ウルバ島の一ウルバ島は、スコットランド、インナーヘイブリディーズ諸島の小島。マル島の西岸に近接する。人口は21人。美しい自然が残る。現在の島の所有者は北イングランド貴族のハワード家から島を購入した5人の島民である。6億年前の火山活動でできた島で、内陸部分は無我である。かつては、 ダルリアダ王国の辺境地帯で、ピクト人も暮らしていた。キリスト教圏以後、アーガイル主教の管轄下となり、セイコルンバも島を訪れている。中世に、氏族のマッカーリーや所有となった。ジャコバイト反乱時代には、マッカーリー家は、チャールズ・エドワード・スチュアート側について戦っている。オーストラリアの父と称えられるラックラン・マッコーリーは、ウルバ島の出身である。 1837年には16の村があったという、ウルバ島は、新たに島を購入したフランシス・クラークにより、人口の2、3を追放されるという暴挙に見舞われた。クラークは、時には、警告なしに家を焼き払うことまでした。クラークは、周辺の小島ゴメトラと、小コロン税も購入し、同じように島民を追放した。 1945年、イリス・コングルトンが島を購入。以後、彼女の子孫であるハワード家が所有していた。2018年6月21日、島民5人が約450万ポンドを調達し、島を所有するハワード家から島を購入した。ありがとうございます。